はい今回ですね海ホタルビッグ購入しましたこちらですね夜釣りをするときにですね浮きに刺して浮きの位置がですねどの辺りにあるかですねはっきりとわかるようにするための道具です動画の方のですね浮きの先っちょの方にですねグッと突き刺して使うようなタイプになりますそれでサイズがですね何種類かあるんですけれども今回使うやつはですねこの浮きの場合は50サイズっていうやつで50というやつですね して使うようよなな感じになります発酵時間はですね、こちらの方は約5時間になってます。で、円筒用ですので、だいたいですね、このパッケージの方の上に書いてるんですけれども、100メートルぐらいはですね、目視で確認できますよということになっています。それでこのようなですね、タイプの光るものですね、電池タイプのものありますので、電池のものだとですね、スイッチオンオフにしてあの切り替えできますので、1回ですね、釣り行った時に、 使ってまた電池ですねピッと切っておいてもう一回ですね湯削り行く時に使うとで何回か使えるはずなのでそちらの方がですねあの何回も用削り行く場合はですねいいのかなと思います今回はですね私の場合は5時間もあったら十分でしたのでこれ1本で用は足りましたはいこの海ほたるですね浮きの方にグッとこのような感じでですね動画にあるようにさせば簡単に使用できます 最後までですねグッと刺しておけばまあ何回投げてもですねだいたい外れてしまったっていうことはないのでしっかり刺せば大丈夫だと思いますそれで酒釣りしてる時ですねこう一回投げてゆっくり巻いてくるのでどの辺にですね浮きあるのか夜になるとですね全然分かんなくなってしまうのでそれでこれがあればですねだいたいどの辺まで手前に寄せてきたとか分かりますし隣とのですねあのー 浮きの感覚もこれあればですね分かりやすいので絡まったりすることの防止なんかにもなると思いますそれで購入した時ですねフィッシュランドというですね、北海道のですね、釣り具店で購入したんですけれども税別で90円1つですね購入できました、まあ、今回はですね酒釣り用にこのですね、海ホタル買ったんですけれども普通のですね、釣りの時もまあ雪にちょっとですね仕掛け垂らしてですね餌つけながらほ,ほっといてですね何か釣れるか 楽しみながらやるののもいいいかなと思います。やはりですね、夜釣りの時はですね、こういったライトがないと、魚のあたりがですね、結構分かりづらいので、ライトがあるとですね、便利ですね。はい。投げ釣りの竿ですね、先っちょにですね、こういったライトをつける道具もありますので、それはですね、確かテープか、カチャってはめるようなタイプかなんかあったと思いますので、投げ釣りの時はですね、そういったものをつけて、 こう竿先がですね動くのをすぐ分かりますのでそういったさ、えー、投げ釣り用の方の発酵のですねこのライト買うといいと思いますはいそれではですねこちら実際に使う時の様子ですこのように袋から出して半分にですねパンと折りますのでその時にですね軽く音をパキッと落としますのでそれでですね大体ですね OK ですあんまりやりすぎてしまうと破損の原因になりますのでパキッと音がし,、ね、して折れるような感じで 大丈夫ですねはいそうしましたら、ですねこのような感じでしっかりと光って、ですねはっきりとわかるようになりますので、はいこのような感じですね。はいこれだけしっかりとですね明るさありますので、投げたときにもですね位置が非常に分かりやすいです。はい実際に投げてみると、ですねこのような感じですね。真ん中にですね小さく緑色の光がですねふわふわ浮かんでいるのがわかると思います。 ちょっとですね、夜の画像で画質が荒いので見にくい部分はあると思いますけれども、あの真ん中にですね、しっかりと光っているのが確認できると思います。こちらの画像はですね、手前に寄せてきた時の画像ですね、浮きの先にですね、この緑色に光る発光のライトですね、しっかり見えるのがわかると思います。ライトで照らしているので、割とですね、あの明るさもあって、全体がこう見えているような感じになっています。 このようにですね、夜釣りするときにですね、この海ホタルですね、あると非常に便利ですので、ぜひですね、夜釣りするときには購入して釣りを楽しんでみてください。